皆さんお疲れ様でしたそれでは2019年12月担当式試験回答速報企業法を始めます担当はレクセンリー講師の森村ですそれではまず回答から見ていきましょう問題1、6、問題2、5、問題3、2、問題4、1、問題5、6、問題6、3、問題7、4 問題 11, 問題,11 6問,題12 2問題13 4問題14 4問題15 2問題16 2問題17 3問題18 6問題19 3問題25です。もう一度、 つつずつ読み上げていきます問題1から問題5までが6521665216次問題6から問題10までが3461134611 34問題11から問題15までが6244262442で問題16から問題20までが2363523635 23ですね。 で正当可能性はまあここに書いてある通りなんですけれどもえ問題1はまあ正当可能性が高いっていうのは優しいってことですねで問題2が中くらい問題3問題4はえ正当可能性が高い優しいってことですねで問題5が中くらいで問題67は正当可能性が高いと。 問題10は正当可能性が高いと。で問題111213は正当可能性が高い。問題14は中位の問題。問題15が正当可能性が高いと。で問題16171819が正当可能性や中位の問題で問題20は正当可能性が低いんではないかというふうに考えております。で、えー、合格点。 これいいですかねどれぐらい取れればっていうことですけれどもまあこれも今の段階ですけども正当可能性の高い問題が10問正当可能性の中くらいの問題が9問で正当可能性が低い問題が1問ですよね。で正当可能性高い問題はまあ10問中10問まあ一つぐらい取りこぼすかもしれませんけどもまあ よく言えば全問正解してしてほいとで正当可能性中くらいの問題は、えー、9問中、まあ、3分の2取ってほしいというので6問で正当可能性低い問題は、まあ、これ取れなくてもしょうがないかなと,ということになりますと、えー、20問中16問ですねでこれがだから80点、まあ、75から80ぐらいは。 企業法で取っておきたいいなとううふうには思いますただまあ平均点平均点予想をそうしますとこれはまあ根拠のある数字でもないんですけどもまあ46.0%ぐらいなんじゃないかなというふうに考えております。 でえそれをまあ見ておきますと、まあ、これもいつも同じことを言っているようで変わり映えしないんですけども出題形式はまあ従前と同じですね出題数20問配点5点で問題詞が4詞で、えー、選択詞が6詞あると。で分野別の出題数についてもまあ基本的にはそんなに変わりません。 大枠は商商法法法金2問会社16問ですねで内訳ですけれどもちょっとまあ前回と変わったところといえば株式が3問が2問になったのと計算が1問が2問になったっていうぐらいでこれもまあこれぐらいの変動は時にありますからね。でた判例の足は3紙ですこれはまあ標準的ですね数としては。で、えー 会社法施行規則については、まあ、今んところないっていうか多分ないと思います発見できてないだけかもしれませんけどもまあそんなこともないと思います。で難易度なんですけれどもえー、っとまあ全快だいたと、まあ、あの平均的な難易度ですと大体 50. 点何パーセントっていうこの平成29年の12月あたりの問題が、まあ、平均の平均っていうぐらいなんですけれども、えー、前回 前々回というのは若干難しかったんですよね。で、それよりもさらに、えー、難しいんじゃないかというので、えー、40.46.0%、えー、ぐらいかなっていうまあクエスチョンですけどね、えー。ぐらいかなっていう感じです。まあこれはあの毎回お話してますように企業法がどれぐらいのその平均点かというのと。 全体のボーダーダですね合格最低点っていうのが、まあ、あまり関係ありませんので、えー、これもまあそんなに気になさることはないと思いますそれでは56問問題難しかった問題を見ておきましょうかえー、っとではまず問題2から見ていきましょうか商人、えー、の報酬に関する問題ですねで これはですねまずあの足はえ512条ですよね商人がその営業の範囲内において他人のために行為をした場合にはですね契約上報酬を定めていない場合であっても当該他人に報酬を請求することできますのでね512条という名分があるのでこれは特にまあ問題ないと思うんですね次の井の足ですよねこれは引っか,かかっちゃった人多いんじゃないかと思うんですけども宅地建物取引業者の仲介により店舗の所有者と 小売業者との間で当該店舗の賃貸借契約が成立した場合当該宅地建物取引業者は当該賃貸借契約の当事者双方に報酬を半額ずつ請求することができる。で問題はあ商法ですね商法の550条2項という条文が 果たして本市に適用されるかということですでこの550条2項という条文は障子仲立ち仲立ち人ですから障子仲立ちに適用される規定なんですね。で宅地建物取引業者につきましては判例があるんですけども判例は異なった結論がありましてその宅地建物取引業者で商人でない大家さんと商人でない、えー、そのおさん 不動産借りに来た人との間の契約を媒介するっていうことになるとこれは民事な形なんだというそういうような判例があったりするんですけども本文の場合にはここに書いてますように店舗の所有者と小売業者との間で店舗の賃貸借契約これの媒介なんですよね。ということはこれは付属的商行為ですから。 えー、この井の足の宅建業者宅地建物取引業者のなした行為というのは生じな形であると。で生じな形ですから550条2項が適用になりますのでですからこれは、えー、双方に半分ずつ請求することができるというのは正しいということになりますね。で「尾の足」は、えー、581条581条で、えー、入受人もですねその荷物を 受け取ったら運送賃の支払い義務を負うことになるので罰ですね。で絵の足は611条の正し書きで命運の規定がありますので、まあ、これはこの「い」の足がこの「い」の足が難しかったというそういう問題でしたね。では問題8。えー 株主総会決議の問題ですであの足ですけれどもこれちょっと嫌な問題ですね株式会社は定款で定めることにより株主総会の普通決議の要件を出席した株主の議決権の過半数より引き下げることができるかっていうのでまあ一応罰の判断をしましたただこの規定こういう規定が直接条文にあるかっていうとないんですよね。 普通決議の要件は309条1項309条1項という規定がありまして定速数についてはこれはあのまあ定款で別段の定めをすることにより引き下げることはできるんですね。でただその定速数の、えー、どこまでも引き下げられるかというと。 その役員の選任については341条という条文がありまして3分の1未満に下ろすことはできないっていうのがあるんですね。で条をよーく見るとですね定則数について役員の選任については定則数について3分の1未満に引き下げられないというだけではなくてその決議要件についてもその過半数を引き下げることはできないっていうふうに書いてあるんですよね。 そうするとこの341条を反対解釈するとそうでない場合には普通決議の要件についてえその過半数よりも引き下げることができるっていうふうに読めるわけですけれどもただこれについては争いがありまして341条が適用されない場合については その普通決議の要件を過半数より,よりさらに下ろすことができるっていう考え方とできないっていう考え方がありますが、まあ、いずれにせよですね341条という条文がまあ,ありますのでこれ例外規定としてありますのでだからこの全く例外がない「あの足」の書き方というのはこれはまあ間違っているというふうに判断することもできるとは思うんですけどね、まあ、ちょっとそういう意味で難しい問題ですよね。 はいでまあ、あとはいいですね、井ノ端は法廷の要件を満たす株主の申し立てに基づき、株主総会にかかる招集の手続きおよび決議の方法を調査させるための検査役が裁判所により任命された場合に、当該検査役は必要な調査を行い、当該調査の結果を記載した書面を、これ株主、株主にて、えー、提供してではなくて、これは裁判所に提供してですよね。 報告をしなければならない。三百六十五項、三百六十五項で、えー、この規定は誤っているということになりますね。まあ上の足、絵の足は特に問題なく丸で大丈夫だと思います。では次問題九。えー これは、えー、まずあの足ですねこれも条文ありますけれども株主が株主総会等の決議の取り消しの訴えを提起し被告である株式会社が当該株主に相当の担保を立てさせることを裁判所に申し立てた場合に当該株主が当該株式会社の執行役である時は裁判所は担保の提供を命ずることはできないこれも執行役が訴えてるわけですから、まあ、お役目として訴えてるということなのでこの場合にはそのえー、っと 担保の提供を求めることはできないということになってます。まあ条文ありますね。八百三十六条一項正し書きで名文の規定がありますので、八百三十六条正し書きですね。だからこれは丸ということになります。で、イの足株主総会の決議の内容が定款に違反することは 当該決議の取り消し自由に該当するとこれ今は決議内容についてもその下司が定款違反に過ぎない場合には決議取り消し自由ですよねこれ大昔は無効確認の訴えの対象になってたわけですけどもまあそれはいつの時代だっていうぐらい昔の話なので、まあ、ここではそんな間違わなかったと思います。 で宇野足、ね、は最高裁判所の判例によれば議案を否決する株主総会の決議について当該決議の取り消しを請求するいう適法であるかというとこれも否決されたんですからね取り消すべき決議がないですから取り消すべき決議がない以上決議取り消しの手の対象にならないということですね。 での全部取得条項付き種類株式の取得が行われた場合にこれにより株主の地位を失ったものはってことは株主じゃないってことですよね当該全部取得条項付き種類株式の取得を決定した株主総会の決議について当該決議の取り消しの訴えの原告的確を有しないか、えー、と原告的を有すするものは株株主主等ですよね株主等そうすると全部取得されちゃったわけですからもう株主じゃないんだから原告的確を有しないかっていうとこれは831条1項で。 条1項でですねこれどこで切れてんのか読みにくい条文なんですけどもえ当該決議の取りり消しにより株主となるももののってていうのも含まれてるんですね株主等っていう定則権者の中に当該決議の取り消しつまり本門の場合は全部取得条項付き種類株式の取得っていうその決議が取り消されたら取得がされなかったことになりますから株主として復活しますよね。 ってことは当該決議の取り消しにより株主となるものに当たりますからだからえ原告撤確を有しないという絵の足は罰だということになりますね。これ平成26年の改正ですよね。平成26年の改正で今のような形に規定が改められましたということです。では次問題14も見ておきましょうか。えっと。 これはですね、名文の規定があるんですね。四百六十五条という四百六十五条のですね、条文がありまして、で、一、えー、号の十号の鳩とどうイですね、えー。それでイの足、えー。あ、ごめんごめん。これ、えー、これこっちですねこ。こっちに書いちゃったな。えー、とイとウが 正しいんですよね、えー、っとそれで全部取得異の全部取得条項付き種類株式の取得日における当該株式会社の株式の取得っていうのがこれが、えー、その、えー、っと欠損額を支払う義務が負うことがあるる場合に該当すすわけですねでねし、えー、の株式買い取り請求」に応じて当該株式の会社の株式を買い取る場合というのも、えー、これが465条1項。 えちょっっと待ってねねごごごめめめんんんなさい、ね、罰の足でこの「えー、とイのあ」の足についてはその465条1項1号ので「は」でこの欠損額の支払い義務を負う場合にこの場合は該当しませんという除外規定があるんですね。で「の足についてもこの「どう」「い」のという条文で除外規定があるのでそこで「あ」と「絵が罰だってことが確定するわけですね。 失礼しましまたでもう一つぐらい言っときましょうか16問問、えー、に関すする問題ですねであの足株式会社が新たに発行する社債券について50名以上の者のに対して取得の申し込みの勧誘する場合には「 原則として有価証券届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。これはま金商法に言う募集に当たります。よっていうことなので、まあ、ちょっとこんなのが出てくると面食らうんですけども、まあよく考えてみればなんてことはないですよね。で、イノアこれは724条3項というところに。 えと目的である目的として記載されてない事項については決議することができないって規定がありますから724条3項でこれ罰ですよねでこの足はまあ有名な足なので特に問題ないですねで絵が細かいですよね「社債発行会社は社債管理者が社債権者集会の決議によらずに当該社債の全部について破産手続きに属する行為をすることができる旨を定めることはできないかっていうところはできるというのが706条 1>, 1号2号に規定がありますので絵、えー、の足は誤ってるということになりますね。はい、もう一つぐらいいっときましょうか。第17問、えー、組織変更ですね。 であの足持ち分会社は定款に別の定めがある場合は総社員の同意を得ることなく組織変更することができるこれはあの定款に別の定めがあるときていうので明文の規定がありますちょっと細かいところなのでここまで覚えてなかったかもしれません井の足株式会社が組織変更する場合には反対株主は当該株式会社に対し事故の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができると これは株式会社が持ち分会社になっちゃうんだから一大事だからそれは反対株主の株式買い取り請求権あるよなって思っちゃだめなんですよね。これはですね組織変更の場合には総株主の同意が必要ですから反対株主って人がいないんですよねだから反対株主の株式買い取り請求権は認められてないと。というのはし組織変更する株式会社は組織変更計画備え置き開始日から組織変更がその効力を生ずる日までの間なんですよね正しいのはね。 えー、その後6ヶ月を経過するまでの間は、えー、備え置かなくていいとなんでかっていうともう、えー、効力生じちゃったらその株式会社は持ち分会社になっちゃいますから持ち分会社には備え置き制度っていうのはないですからねまあこれもだからちょっと細かい、えー、とこ聞かれてますよねはいで A の足は、えー、特に問題ないですね <laughs> ということです、えー、ちょっと嫌な聞かれ方をしてますよねはいこれぐらいでいいでしょう では、えー、っともう一度回答に戻りまして最後もう一度回答を移します。<laughs> えー、確認しますと、えー、6521665216 65ですね34611で62442。 二三六三五ですね。はいということです。それでは企業法はこれで終わります。どうもお疲れ様でした。